お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあちょっとね、早速私のお話を聞いていただきたいんですけども。何でしょう。私ですね、さっき旅番組とかね、ちょっとすごい好きで見てるんですよ。はい、ね、いいよね、なんかほっこりするよね。そうでしょ、はい、うん、だから今日はね、いつかはね、そういう旅番組のナビゲーターみたいなのをやってみたいと思うんで、今日はちょっとその気分だけでも経験させていただきたいなと思いました。ナビゲーター？そうそう、はい、だから僕ナビゲーターやりますから、あなたそのナレーションとかやってます。あ、ナレーションね、はい、わかりました、はい。さあ、というわけで、伊藤清和です、ね、今日はどんな素敵な出会いがあるのでしょうか。早速、行ってみましょう。伊藤さんが素敵な出会いを求めてやってきたのは、ここ、網走刑務所。なんでだよ。おかしいだろ。いいじゃねえよ、お前。なんで俺はプラリ旅やりてえって言ってるの、網走刑務所に行くんだ。伊藤さん、懐かしいですね。懐かしい。一回も入ったことねえよ。素敵な出会いを求めていくんだろ、お前。うん、素敵な出会いなんかねえよ、お前。全員犯罪者だ、そんなのみんな。どこ素敵な出会いなんだよ、バカ野郎。違うの？違うよ。だからもうこのせっかくの宮城なんだから、仙台駅前とか。あ、仙台駅前、はい。さあ、というわけでナビゲーターの伊藤清和です。さあ、今日はですね、宮城のね、いいところを余すことなく伝えていきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。伊藤さんがやってきたのは宮城県仙台市仙台駅前。ここ仙台は江戸時代藩主伊達政宗より栄えた城下町。一体どんな素敵な出会いがあるんでしょう。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ありがとうございます。今みたいな感じで慣れちゃってた。あ、はい、ありがとうございます。ちょっとその気分になってきた、はい、さあ、というわけでですね、私は今こちら商店街、まあ、アーケード、いわゆるアーケードに来てるんですけども、さあ、すごいですね、これいっぱいお店が並んでますよ。あ、早速いい匂いがしてきましたね。ちょっとあそこのお店行ってみましょう。伊藤さんが匂いに釣られてやってきたのはアーケード右手、ベガスベガス。パチンコ。俺なんでブラリ旅してんのにパチンコに足運んでんだよ。大体しいい匂いするって言ったろ、お前。パチンコ屋さん、タバコの匂いしかしねえよ。伊藤さん、本当にその台で大丈夫ですか。座ってんの俺も。何その台で大丈夫ですか。完全に座ってるよな、俺も。伊藤さんが寝合うサウナでたのは寝台モンスターハンター。寝台モンスターハンターもどうだっていいよ、お前。旅番組やりてえって言うの、誰が今夜はドルバコやらせろって言ったの。今夜はドルバコじゃねえんだよって言うの。旅番組だよ、もっとちゃんといい店に行くの。伊藤さん、後ろ髪を引っ張りながらベガスベガスを後にします。後で行くわ。だから神殿のライジング行くわ。さあ、というわけでですね、お、ちょっと待ってください、あの店気になりますね。ちょっと行ってみましょう。伊藤さんが気になったのはなんとランジェリーショップ。つけめや。完全にアウトだろ。その名もエメフィール。エメフィールじゃねえよ、お前。エメフィールってお前ちょっともうちょっとアーケード行ったところにあるモスバーガーの向かいにあるやつだろ。ちょっと派手なチャンネルがいくところだろ。伊藤さん、店員さんが恐る恐る出迎えてくれましたよ。だろうね、怖いだろうね。俺男だもんね。腹悪いしね。怖いよそんなの、お前。行かねえよお前そんなとこ。お前、店員さんのおすすめはこちら。進めんじゃねえよ。興味ねえよ。フリフリのついたピンクのブラジャー。ね、フリフリのついたピンクのブラジャー、俺進められてどうすりゃいいんだよ。伊藤さん、お似合いですよ。もうつけてんの。もうつけてんの俺。ピンクのフリフリのブラジャー、つけるわけねえだろそんなの、お前。おやおや、店員さんが泣き出してしまいました。泣き出す。何進めといて泣き出してんだよ、お前。お前これが似合うって言うから俺つけたんじゃないか。つけてねえよ。何なんだこの野郎。行かねえそんなところ、お前。だから絶対にお前宮城県で美味しいものいっぱいあるんだから、食べ物屋さんとかでいいだろ、食べ物屋さん。伊藤さん、アーケード一番町方面に向かいます。お、ちょっと待ってください、あれなんですか、クロワッサンたい焼き。え、珍しくないですか、クロワッサンたい焼き。ね、ちょっと行ってみましょうよ。伊藤さんが向かったのはクロワッサンたい焼きのお店。去年オープンした大人気店です。うわ、見てください、これもうすごい行列ですね。うわ、いいよ。じゃあちょっとね、僕もね、順番待ちながらね、ちょっと人に話聞いていきたいと思います。こんにちは。ね、すごい人ですけども、ね、この店結構よく来られるんですか。伊藤さん、それは自動販売機ですよ。やめや。待ってて、頭おかしいよ。見たら分かるわ。本当に自動販売機、いや、よく来るんですか。頭おかしいだろ。そうこうしてるうちに伊藤さんの番ですよ。いや、俺話聞いたことないよ、いろいろと。いや、俺は待って。すいません、こちらの、一番のおすすめをください。伊藤さんが選んだのはチョコクロワッサンたい焼き。果たしてどんなお味なんでしょう。さあ、というわけですね、こちら人気ナンバーワンのチョコクロワッサンたい焼き、どんな味なんでしょうか。ちょっと食べてみましょう。いただきます。うん、あ、たい焼きのもちもち感は残しつつ、クロワッサンのさっくり感が合わさって、
めちゃくちゃ美味しい。あと中のチョコレートがすごい濃厚ですね、これ。糸賀さんも思わず笑顔。いやー、クロワッサンたい焼き最高。ただ残念、全部モザイクです。なんでなんで俺 100% の笑顔を出したと。糸賀さん、ブラシェを外してくださいって。つけてたもん、こうやってあつけてねえ、ブラジャーなんかってねえよ、お前。ほんと、意外しろ、お前。ちゃんと、お前、旅番組やらせてくれ、お前、頼むからよ。世界とかさ、みんなが見ていますよ、街の人気者。ちげえよ、やべえやつだから見られてんだよ。ああ、ブラジャーつけて、お前、こんにちはって言ってたろ、お前。ほんとやべえやついねえよ、お前。ちょっと待ってもらってんじゃねえか、お前。やべえやつだろ、お前。あいつもやべえやつ言うじゃねえよ。お前、言ってないですよ。いいんだよ、お前、ちゃんと旅番組やらせて、ナビゲーター俺やってんだから。ごめんなさい。なんでお前それで謝るんだよ。ごめんなさい。ナレーションのテンションで謝るんじゃねえよ、お前。悪いと思ってねえだろ、お前。さあ、というわけでですね、宮城県はですね、有数の米どころですね。お米がやっぱり美味しいということで、お米食べたいですよね。早速行ってみましょう。糸賀さんが元気よく向かったのは、なんとパン屋さん。バカじゃねえよ。頭悪いのかな、俺。お米が美味しいって言って、なんでパン屋行くんだよ。糸賀さん、しっかりと振りの効いた素晴らしいボケです。素晴らしいボケじゃねえな。俺普通に米食いてんだよ、俺。パン屋、お前がパン屋に行かせただけだろ。米食わせろ、米。あ、糸賀さん、左手を見てください。おにぎり屋さんがありますよ。最初からそれでよかったろ。あ、見てください、これ。おにぎり屋さんってことは、宮城県産の美味しいお米使ってるんじゃないですか。早速行ってみましょう。ガラガラガラ、こんにちは。こんにちは。あ、どうもお父さん。出迎えてくれたのは柴田さん、この道50年のアルバイト。なんでアルバイト。なんで50年もやってアルバイトなんだよ。普通さ、店長とかなるでしょ。普通だったらさ、いらっしゃい。あ、まあまあいいや。あの、すいません、お父さんはおいくつですか。私95。結構いってんじゃねえか。もう95だったらもう隠居生活した方がいいんじゃないの。いや、家にいても暇だからね。あ、なるほどね。家にいて暇を持て合わせるよりは、こうやって接客した方がいいってことですね。B ぐらいしかやることねえから。あるじゃねえか。随分ハイカラなもんやんな、 B なんだから。 B ぐらいしかやることねえから。 B ぐらいって結構すごいよ、それ。あ、でもなんかお兄ちゃんテレビで見たことあんね。あ、本当ですか。嬉しいです。そういう風に言われるとね、ちょっと嬉しくなっちゃう。あの、警察密着24時出てた。出てたとしても俺かどうか分かんねえだろ。モザイクかかってんだから。レギュラー番組です。レギュラー番組。なんだお前、そんな俺がレギュラー番組って。そんな自慢できねえレギュラー番組あるか、お前。いいから食ってけ、おにぎり。いや、俺、いや、お前が言い出したんだよ。おにぎり食ってけ、いいから。あ、いいんですか。うん、食べるんですか。うん、じゃあ、すみません、この店の人気ナンバーワンください。やっぱ鮭じゃねえかな。これね、やっぱりね、おにぎりの美味しさをね、分かるのがね、鮭が一番だなんて言いますからね。じゃあ、それではね、早速こちらいただきたいと思います。いただきます。ごめんね、食いかけで。何や。私の食いかけで。なんでお前の食いかけをここに陳列してんだよ。お客さん取るやつだろ、もうこれ。糸賀さん、お味の感想は。食べてねえよ。食べてねえっていうか、食べたくねえよ。なんで俺95歳のおじいちゃんの食いかけのおにぎり食わないといけないの。糸賀さん、キロ取り出して食べてください。食べてください。まあ、じゃあちゃんと食べますよ。いただきます。糸賀さんが食べてるのは、なんと柴田さん。俺、やべえじゃねえ。なんで柴田さんにこのこうやって隠れつられてるの。アンパンマン見てるんだろうな。柴田さんがアンパンマンのようです。アンパンマン。かじられてアンパンマンみたいになってるのか。何の話なんだてめえよ。もういいよ、だからお前ちょっと、あの、しばらく黙ってろ、ナレーションは。ね。だって柴田さんもちょっと話にならないから、ちょっと店長で言って。すいません、あの、店長さん、店長さん。ガラ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 。あ、店長さんですか。はい、私が店長です。いや、ナビゲーター店長だったのか、イメージを。どうも。